ピーマンが焼けたんです。いただきます。野菜を焼いて食べるのが好きなんですけど、大体ね、毎日投稿してるんで、結構頻繁に動画を撮影してると思っている方も多いと思いますけどね、そんなに撮ってないんですよ、最近。本当にこうやってまとめて撮って、それをこう、分けて、それを投稿してるんで、このやり方をしだしてからね、結構ね、こう楽になりましたね、毎日投稿が。まあ、再生回数は少ないですけど、まあ、とりあえず、自分のモットーとしては、こう毎日、とにかく動画を上げるっていうのを目標にしますんで。気持ちが乗らないと動画撮りたくないじゃないですか。今日も本当はね、全然気持ちが乗ってないんですけど、撮りたいっていう。本当にもうストックがなくなってきたんで、回しますけど。今日ね、やっぱり気分が乗らないと撮りたくないですね。
こう YouTube の病気だと思いますけどね、どっか食べに行ったりするときに動画撮りたくなるんですよね。だけど気分がそういう気分じゃないんで、それのこう葛藤が、まあ病気ですね。これは YouTube をしている人は分かると思いますけど、とりあえず16分経過ですけども、もうこんな感じで今日はお送りしますんで、本当にもう、もう興味がない人はほんまにすいません。2本目いただきます。だいたい10分ぐらいの間隔で切って投稿していきたいと思います。全然 何分になるか分かりませんけども、よし、そろそろいい感じで焼けたんで食べます。いただきます。もっとかせんな。あ、ニンニクを忘れてた。なんかご飯を持つ。このままダイレクトで。やっぱりニンニクを入れないと料理はねダメですね。なんでもとりあえずニンニク味にすれば。大概はうまい。うん、どんだけはもっとしてうまい。うまい。十分うまい。5月の終わりだったかな、台風2号、台風2号って結構ね降ったんですよ、高知。今回この線状降水帯かな、まああれができて、この辺もね結構降ってね、僕まあここに引っ越してきて7ヶ月ぐらい経ったんですけど、一番降りましたね。